こんばんは、ハレリア。こんばんは、ハレリア。アメン。アメン。こんばんは、ハレリア。ご安徳さん、こんばんは。こんばんは、ハレリア。アメン。アメン。11月5日木曜日、8時の伝道部屋です。こんばんは、こんばんは。これ、角笛ですね、角笛。皆さん、角笛聞こえますか？こういうふうに吹きたいですね、こういうふうに吹きたいです。はい、皆さん、皆さんお元気でしょうか。今日は祈り会がありました。コルト君の本を読んで天国が本当にあると分かりました。今日は午後、祈り会があってですね、その、いろいろみんなと交わりましたね。祈り会でも油注ぎがありますね。祈り会でも油注ぎがあります。天国に行くにはどうすればいいの？天国に行くためにはイエス・キリストを信じる信仰が必要です。イエス・キリストを信じてイエス様の弟子として生きるのです。そうすれば、悪魔から救われます。今日の朝のテーマがそれなんですね。救われるとは何か。救われるとは悪魔から救われることなんです。多くの人は悪魔の虜なんですね。キューちゃんに出会えて本当に良かった。ご安徳さん、ありがとうございます。アメン、アメン。すべての人が救われるべきなんです。すべての人が救われるべきなんです。救われなくていい人は誰もいません。救われなくていい人は誰もいません。すべての人が、すべての人が救われるべきです。サタンから救われるべきです。多くの人はサタンに騙されています。知らず知らずサタンの言いなりになっています。皆さんぜひそのことを理解してください。すべての人が罪人として生まれてきます。罪のあるものとして生まれてくるのです。この放送を3年見てやっとQちゃんの言ってることが少し分かるようになってきました。アメン。素晴らしい。はい、パラダイスさん、こんばんは、こんばんは。旧の伝道に出会った、すごいぞ、奇跡だ。神の力を体験すると
神様は、自分の体験の中で、感じることができます。皆さんがその証タイムの時の証はまさに神体験なんですね。証を通して神体験をするのです。自分が変わって、自分が変わって神体験するのです。皆さん、私たちは証を持っています。皆さん一人一人に証があります。その証はまさに神様の証、イエス・キリストの証です。私たちはその証で生きるのです。旧の気持ちが分かってきた、素敵な体験をみんな知ってほしい。皆さん、私たちが証をすればするほど多くの人が信じていくでしょう。そして多くの人が証、同じように証を体験していくでしょう。皆さん、私たちは人の前でイエス様を認めます。そうすればイエス様が天のお父様の前で認めてくれると書いてあります。ラキスさん、アメン。もし私たちが人の前でイエス様を認めなければ、天のお父様の前で私たちも認められないと書いてあります。私たちはイエス様に認められる必要があります。そのためには、人の前でイエス様を認めるのです。イエス様を告白するのです。イエス様を告白するのです。パスター Q のミニストリーが全てのリスナーに伝わってほしい。アメン。アメン。私はすごく幸せです。私はニコ生とツイキャスでイエス様を告白できるからです。イエス様を証しできるから。私はすごく幸せです。そして皆さんも一緒にイエス様を証ししているのです。皆さんも、イエス様を証ししているのです。皆さんの信仰込めが、皆さんの信仰込めがイエス様の証なんです。そしてそれは天国に宝を蓄えています。この放送に出会わなければ肉欲人生のままでした。多くの人が肉欲人生ですが、私たちは信仰人生に変わらなければなりません。肉欲人生は滅びていきます。滅びに向かっていく人生、それが肉欲人生です。しかしイエス・キリストを信じる信仰人生は命に向かっています。天国に向かって、いきます。多くの人たちは、救われました。救われました。私も幸せです。イエス様が愛してくださるから。アメン、アメン。イエス様を信じます。イエス様を信じる人が、起こされています。イエス様を信じる人が起こされています。皆さん喜びましょう。私たちは、神の子が現れることを、喜びます。イエス様は最高最強のお方です。イエス様は最高最強のお方です。ご飯徳さん、はい。それではですね、今日のタイトル、今日のタイトルはですね、傷つかない心を持ちたくないですか。持ちたいですよね。持ちたい。私なんかもう本当に持ちたいです。悪コメだらけですから、悪コメに傷つく
傷つきたくない心が欲しいですね。悪コメは傷つきますよ皆さんね。傷つかない、心、それは全ての人が欲しいじゃないでしょうか。この世はですね、もう、ぐさぐさと刺さるような、まあ、トゲだらけというか、人間の心って傷つきやすいですよね。人間の心はですね、お豆腐のように傷つきやすい。傷つきやすいです。私たちは強い心が必要です。あまり傷つかない心が必要です。皆さん、傷つかない心、どうすれば持てるんでしょうか。では皆さんにまずテストですね。皆さんからヒントをもらいます。天国大学テスト、傷つかない心をになるにはどうしたらいいのか、傷つかない心を持つためにはどうすればいいのか。はい、皆さんテストです。はい、答えてください。傷つかない心を持つ持ち方、リスナーに頼るな。許す心を持つこと、許す心を持つこと、スルースキル、信仰バリア、イエス様の言葉を身に刻む、僕にも真実が分かったんだ、敵を愛す、悪霊の言葉に頑固になる、油をどっぷり受ける、神の愛を持つ、ピンポンピンポン、神様の力で守ってもらう、寛容な心を持つ、悟りに達する、絶えず祈る、お祈りをする、神がくれた試練だと思う。エイジさんこんばんは。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうですね、まあ、例えばですね、こう体が傷つくって言ったらね、こうなんか尖ったものでこう引っ掛けば傷がつきますね。こう刃物でこうやれば体は傷つきますけど、じゃあ心が傷つくとは何でしょうか。ちょっと深く考えてみましょう。まあ、簡単なようですけど一応答えてください。はい、天国大学テスト、心が傷つくというのはどういうことでしょうか。こう体が傷つくこととちょっと、似てるかもしれませんが、はい、皆さん、答えてください。心が傷つくというのはどういうことですか。心が傷つくというのはどういうことですか。思いやりのないことに遭遇すること、
愛がない。自分の考えを否定される。愛を踏みにじられるとき、責められるとき、暴力の言葉の暴力を受けると傷つきます。人が人を裁くとき、心が揺らぐとき、否定されるとき、人格を否定されるとき、この世の価値観で責められるとき、プライドが傷つく。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ちょっと微妙です。難しいですね。私たちは、まあその人格否定とかね、存在を否定されるとか、悪口誹謗中傷で傷つきます。それはですね、その私たちはそもそもですね、そもそもその、愛されて守られるべき存在、認められる存在だということが前提であると思うんですね。例えば、生存権っていう言葉がありますね。生存権、私たちはそういう、その、存在すら否定されるならば当然、苦しいわけですね。私たちはやはり守られて愛されて保護されて、まあ、安心感があるわけです。しかし私たちが脅されて、ね、責められて裁かれて存在否定されたり、ね、人格否定されたら当然それは居心地が悪いわけです。つまりそういうその恐れとか不安とか、そういうことの中で私たちは傷ついていくのではないでしょうか。裏切られたり、裏切られたり、嘘をつかれたり、誹謗中傷されて傷つくわけです。つまり本来私たちは、愛されなければならない存在、守られなければいけない存在ということが前提としてあるのではないでしょうか。しかしサタンがこの世を支配して、多くの人たちは、傷つくような生き方、人を傷つけるような生き方をしています。つまり愛がない生き方ですね。まあ、それが罪と言ってもいいでしょう。罪というのはまさに人の心を傷つける、人の心を傷つけることが罪と言ってもいいでしょう。まあ愛がないと言ったらいいでしょう。ですから愛がない世界の中に生きてて、まあ傷つくのが当たり前と言ったらいいでしょう。多くの人が引きこもります。多くの人が精神的な、病気になります。当然といえば当然だと思います。そのような社会だから、
愛のない社会であり、傷つける社会ですから、誰でもボロボロになってしまうと思います。つまり私たちは、傷つけられていて、その自分が傷つけられないためにいろいろ、この自分を守るために、帰って武装するような、自分を守るために相手を攻撃したり、自分を守るために、その、なんて言うんでしょうかね、かえって悪意を持つような、そういう世界ではないでしょうか。そして今皆さんが答えてくれたように、傷つかない心、それはもちろん相手を傷つけないということももちろん大事です。相手を傷つけない、それは神の愛を持って、神の愛を持って、まあ、相手を傷つけなくなるんですが、自分の、心が傷つかない心、自分の心が傷つかない心、これもやはり、愛が必要だと思います。なぜ神の愛があると傷つきにくいかというと、神の愛というのはですね、その相手を許すことができることでもあるし、また相手のその罪、悪いことはに対してそれを覆うことができる。神の愛は罪を覆うと書いてあります。神の愛が、神の愛が、罪に対してその対抗できる唯一のものだということですね。まあ、ちょっと抽象的かもしれません。もう少し具体的に言わなきゃいけないのかもしれません。多くの人は傷ついたまま、その心が傷ついて、かえってその傷によってさらに、自分の心が敵意を持つとか憎しみを持つ、まあ、場合によってはですね、怒り、憎しみ、妬みというのはその傷ついた心から出てくるのかもしれません。多くの人は、その心の傷を持ったまま生きているために、その傷が癒されないために、その復讐心とかその怒りが持ったまま、その心の傷が悪霊の足場になってしまう。心の傷にサタンが、それを足場として、その、その傷の痛みのゆえに、心の傷の痛みのゆえに怒りを持ってしまう。傷が癒されてないので憎んでしまう。多くの人が悪い心を持つ理由の一つは、心の傷の反映ではないでしょうか。ですから、その、まあ、傷があればあるほど、心の傷があればあるほど、傷つきやすいってことはあるかもしれません。サタンは私たちの傷口をえぐるようなことを言ってくるからですね。つまり、傷つきにくい心というのは、まず癒された心になる必要があるかもしれませんね。傷があるとさらに傷つきやすい。私たちはまずイエス様の愛によって癒されて強い心になれると思います。そして愛で、愛のバリアがあると、神の愛のバリアがあると、さらに、この傷つきにくくなってくると思います。
全く愛は恐れを締め出すという言葉があります。愛があるとですね、恐れなくなる。その恐れとか不安によって傷ついていくということもあるでしょう。多くの場合は恐れによって心が萎えていきます。私たちの心には、どうしても神の愛が必要だということですね。はい、でもちょっと抽象的ですね。皆さんの証がまた具体的に、その強い心というものをなった証があると思います。それではですね、角笛いきましょう、ね、角笛。傷つかない心、強い心を角笛。神の愛のバリア、傷つかない心、強い心を角笛。皆さん、私たちは、傷つかない心が必要です。傷つかない心が必要です。ぜひ皆さん、傷つかない心を、ね、イエス様によって傷つかない心をもらいましょう。イエス様によって、傷つかない心をもらうのです。傷つかない、心をえー、強い心に変えてもらいましょう。まず私たちの心が癒されましょう。イエス様の愛によって癒され、癒されて、イエス様の愛によって癒されて、そればかりではなく強い心に変えてもらいましょう。強い心になることができます。それでは証タイム行きましょう。皆さん、思い切って証してください。思い切って証するのです。イエス様を信じて、心が癒された、イエス様を信じて強い心になった、イエス様を信じて人の悪口を許せるようになった、強い心になった証、スタートスタートスタート。板前さん、こんばんは。日々のチャンスに神様に感謝します。信仰で恐れがなくなった、人を許せるようになった。大しくあれ、私はあなたと共にいる。イエス様から強い心をいただいてハロワに行ってきました。ご飯徳さん、信仰で強くなりたいです。板前さん、アメン。恐れる心が激減しました。今はイエス様だけを信じている。 DV をしていた父を許せました。御言葉バリアで守られています。大事なことが身についたと思います。ハートが精神安定剤やめれました。以前は暴力団だった、今は信仰で正しい道を歩いている。上司のパワハラがひどいです。
売春をやめた。もう間違った行動はしたくない。傷つかない方法分かっちゃいました。スラスラ言葉が出るようになりました。イエス様のおかげで暴言で傷ついても相手を許せるようになりました。何事にも勝る神の愛を最高だと思う。牧師様、私の学校で教えを広めていただけませんでしょうか。はい、いいですよ。近ければいいですよ。神様、昨晩の私のひどい暴言をお許しください。悪魔や悪霊の声に耳を傾けないようになった。病気の友人が神の力で退院した。嬉しくてたまらない。悪コメを打っている人たちが悔い改めるように祈ります。ネット教会について詳しく知りたいです。スカイプの方に問い合わせください。悪コメをやめた。まさか自分がクリスチャンになるとは思わなかった。アメン。同僚に聖書をプレゼントしたら喜んでいた。日本人が悔い改める時が来たと思う。この放送に出会わなければ芸能人を尊敬したままでした。ニコ生にもクリスチャンがいると思うと嬉しい。僕の周りでは確かにクリスチャンが増えてきますね。アメン。小学生にもこの放送を見せるべきだと思う。テレビを見なくなりました。ニコ生にもクリスチャンいるんだね。僕だけじゃなかった。偶像崇拝やめました。心が癒されると自然と悪口や嘘を言わなくなりました。本当なんです。本当救われるとですね、悪い言葉が言わなくなるんです。救われると悪い言葉は言わなくなります。今度学校の集会でキリスト教について話す予定です。NHK で毎日Qちゃんの放送を流すべきだと思った。信仰で傷つかないことが俺は悪コメをやめるぞ牧師。信仰したいと心が叫びたがってるんだと思った。世界がイエス様の本当の愛で満ちるようになります。学校の卓球部の仲間にもこの放送を勧めた。傷つかなくなりました。傷つかなくなりました。心が強くなって神社参拝をやめれました。
神の義を第一に求めます。神の愛を感じたとき涙があふれた。信じて間違ってなかった。アメン。信じて間違ってなかった。突っ張り人生やめました。イエス様はすべての人の必要なお方だと思いました。ますます信仰を大事にしていきたい。ツイッターでこの放送を拡散していい。もちろんもちろんしてください。思いっきりしてください。思いっきり一緒に伝道しましょう。絶対に救われないと思っていた私が救われた。イエス様を信じて、天のお父様、今日もこの放送ありがとうございます。毎日分かりやすい放送ありがとう。僕のおばあちゃんはクリスチャンだったおかげで100歳まで長生きしました。この放送を見てヘイトスピーチやめました。キュちゃんのメッセージに感動した。アメン。以前は誰も信じなかった。今は家族、神様と家族を信じている。聖書を買ったんだがどこから読めばええんや。マタイの567から読んでください。マタイ567。この放送で真の神を知れて信じることができました。天国への階段を登ってる気がする。この放送で神を信じきれた。引きこもりでもいいんだと思った。信仰と希望と愛はいつまでも残る。信仰で救われた。目に見えない力を感じた。神様は絶対いると思った。説明のつかない力が働いている。イエス様、私たちを見つけてくださりありがとうございます。簡単にキリストについて教えて。悪魔から救ってくれます。イエス様が悪魔から救ってくれます。傷ついてもイエス様に希望を持って我慢しようと思った。ギャザリングのおかげで人生に光が差した。こんなにも簡単に傷つかない方法があるんですね。
この放送のためにプレアカにしたよ。ありがとうございます。離婚して絶望していた、今は信仰で立ち直った。イエス様の見えない力で誰もが強くつながっていると思った。競馬をやめた、信仰で物の価値観が変わった。イエス様はとっても優しい真の神様だと知りました。働けと言われても、薬やめたよ牧師、予算が変わり始めています。クリスチャンになって初めて自然の美しさに気づいた。クリスチャンになるといろいろ特典が多いことに気づいた。高校生の時はタバコを吸ってたけど、神に出会ってからタバコをやめれました。アメン。君が代ではなく賛美歌を歌いたい。愛には愛で感じようと思いました。神様を信じてよかったです。イエス様の愛を知ると、もうイエス様を知らない頃には戻れなくなります。ついにあなたの言っていることが真実だと思った。信仰パワーでちょっとのことでは傷つかなくなりました。難しく考えないで、まず神様に祈ってみようと思う。アメン。アメン。最初うさんくさいと思っていたけど違った。イエス様の教えを知って人生が充実してしました。神の愛が永遠だと知り癒されました。生きてることは素晴らしいと思った。生きてることは素晴らしいと思った。ニコ生放送もこういう良識のある放送が増えるといいのだが。
まさしく信じる者は救われる。信仰以外に道はなし、迷わずに行こう。信仰していたら本当に目に見えない神の力があると思った。信仰を知らない人は人間の豊かさを知らない。油注ぎが僕にも起きた。やっと僕にも来たよ。泣いた。アメン。アメン。素晴らしい。アメン。真剣に求める人に来ます。真剣に神様を信じる者に来るんです。油注ぎが来るんです。心から信じる者に油注ぎが来ます。悩んでいた問題を神様が解決してくれました。アメン。最近煮物が美味しいと思えるようになった。涙が出たよ。イエス様の御力で病気知らずです。ハレルヤ。聖書を読んだら自由になれた気がした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。信仰を持ち始めてから勉強も部活も順調になりました。この放送を見てから笑い上手になった。皆さんの証が証です。皆さんの体験した証が証です。皆さんは信仰によって変えられたのです。信仰によって油注ぎを受けたのです。個人的に受けたのです。皆さんは体験したのです。自分の体験は一番、信じることができるでしょう。人の証も参考にはなりますが。自分の証こそ本当の証です。皆さんが体験した自分の証が本当の証です。自由になれた気がした40の夜。皆さんの体験した証を、持ち続けていきましょう。私たちは自分の証で証をします。そしてたくさんの人が証して、たくさんの人が救われていきます。たくさんの人が癒されていきます。たくさんの人が変えられていきます。それがその福音が、働くことなんです。イエス様が十字架にかかったのはまさに人々を救うためです。癒すためです、元気になるためなんです。イエス様は、本当に、一人でも救われてほしいのです。一人でも元気になってほしい。皆さん、今ニコ生という場所で伝道しています。そして毎晩伝道しています。ツイキャスもやっています。そして、確かに人が変わる。確かに癒される。確かにこのいい方向に行くという体験を見ているのです。そしてもっともっとこの証が証を生んで、証が証を生んで、もっとたくさんの人に変わってもらいたい。たくさんの人が体験してほしいのです。ですから皆さん、継続しましょう。この良い働きを継続して、イエス様を述べ伝えていきましょう。述べ伝えていきましょう。あ、コメント来てます。こんばんは。
お寺の住職の父に震え、暴力や強制的なお経を強いられてきましたが、クリスチャンになってからはっきりと拒否できるようになりました。今は父も私がクリスチャンだということを少しずつ理解しているようです。イエス様の愛に感謝します。いつも伝道放送ありがとうございます。節子さん、アメン、アメン。キューちゃん、こんばんは。今日もイエス様のおかげで残業なしで帰ることができました。今日のテーマについてですが、私はこの放送を見てイエス様を信じるようになって、傷つかない心を持てるようになったような気がします。以前は何か嫌なことがあるとすぐに仕事に行きたくなくなったり外に出たくなくなったりしました。しかしキューちゃんのおかげでイエス様に出会って強い心を持てるようになりました。また以前は Q の悪口を言ったり悪コメを連投していましたが、やめることができました。自分もナイフさんのように日々成長できているように感じます。しかし世の中はまだまだ悪霊やサタンに騙されている人がいると思います。また子供の心を傷つけるようなアニメがたくさんあります。例えばポケモンは相手を攻撃して傷つけ、戦わせた後は小さなボールに押し込めます。また世界の中には大人に対しても AV やデリというサタンの誘惑があり、多くの男性は女性の心を傷つけているように感じます。アメン。そうですね、アメン。はい、ファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージいきます。皆さん、あまりにも世の中は傷つけ合いすぎています。あまりにも平気で傷つけています。もうニコ生でもネットでもとんでもない暴言で傷つけ合っています。平気で傷つけることによって何か満足しているような感じですが、皆さん、私たちはもう悔い改めて、ね、暴言を言わないようにしましょう。悪い言葉を一切言わないようにしましょう。アメン。悪い言葉は一切言わないで、ね、人を傷つけることをやめましょう。それに賛成の人手を挙げてください。もう一切悪い言葉を言いたくない、悪い言葉を捨てたいと決心する人手を挙げてください。人の心を守りたい、人の心を守りたい、人の心を守りたい人手を挙げてください。もう一切悪魔のね、悪魔の、操り人形になりたくない、悪魔の手下になりたくない、もう人の心を傷つけない、傷つけたくない、悪い言葉一切捨てたい、悪い心一切捨てたい。これからは人の心を守る側になるんだ。人を励まし、人の心を守るものになりたい。アメン。素晴らしい、素晴らしいですよ皆さん、素晴らしいです。なれます、皆さんなれます。これからはそのような悪魔と戦って人を励ます言葉、人を慰める言葉だけを言いましょう。私たちの口はそのようなことに使いましょう。悪魔のために使う口ではなく、イエス様のために使う口、イエス様の、その愛のために使う口にしましょう。サタンの口ではなく、イエス様の愛の口、イエス様の愛の愛だけを使う口になりましょう。アメン。皆さん、それが愛のリバイバルです。愛のリバイバルです。私たちはその、人々の心が癒されるための生き方、人の心を慰めるための
生き方、皆さん、それがとても大事です。それが大事です。皆さんの信仰、神様は喜んでおられます。皆さん、イエス様を信じて、イエス様を信じて、まず私たちが、癒される必要があります。まだ信じてない方は、今晩信じてください。今晩信じて、その心の傷を癒されましょう、ね。心の傷を癒されたい人、アメンと言ってください。イエス様を信じて、その傷ついた心を癒されたい方、アメン。傷ついた心を癒されたい方、アメンと言ってください。アメン、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 アメン。愛の、神の愛のバリアを受けましょう。神の愛のバリアを受けるのです。天のお父様、感謝します。まだまだたくさんの方の人の心が傷ついています。小さい時から受けた傷、イエス様、今癒してください。リスナーの心の心を今癒してください。あなたの血潮で癒してください。今解放してください。癒してください。傷ついています、傷ついています。あなたはご存知です。今アーメンと言った方々の心が癒されますように。今癒されますように、今癒されますように、今癒されますように。あなたの血で覆ってください。あなたの愛で覆ってください。そして強い心に変えてください。傷つかない心、傷つかない心、あなたの愛で包んでください。リスナーの心、あなたの愛で包んでください。強い心に変えてください。解放されますように、癒されますように、今癒されますように、今癒されますように。イエス様、そして神の愛をで満ちますように、神の愛で満ちますように。癒してください、癒してください、癒してください、癒してください。主を感謝します。そのための十字架です。イエス様の十字架は人を癒すための十字架です。心を完全に癒してください。完全に癒してください。主を感謝します。そしてイエス様、まだ日本中、世界中に傷ついている人たちがたくさんいます。子供たち、女性たち、たくさんの人が傷ついています。どうぞあなたの愛がもっと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 溢れて、あなたの愛がクリスチャンから溢れて、たくさんの人を癒すようになりますように。たくさんの人が、たくさんの人が癒されていきますように。傷ついた心、傷ついた心、癒してください。イエス様、あなたの愛で癒してください。あなたの愛で癒してください。もっともっと、もっともっと、すべての人を癒してください。すべての人を癒してください。主を感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、癒されてきました。癒されてきましたよ。信じましょう。癒されて、癒されたと信じましょう。癒されたと信じましょう。ありがとうございました。